Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。この時間は浦和レッズ対北海道コンサドーレ札幌、こちらをご覧いただきます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。浦和レッズ対北海道コンサドーレ札幌。北澤さん、今日の試合は何といってもデイビッド・ベッカムに注目ですよね。いやー、ベッカムですね、もう何といっても彼はあの右足のキックですよね。結構独特のフォーム、蹴り方入っていきますよね。そうなんですよね。インステップの速い振りから入って、インパクトの瞬間シュート、いやー、先制。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあ、浦和貴重な先制点を奪いました。サポーターもテンション上がりますし、選手もそれにさらに応えたいという気持ちがあるんでしょうから、ここからまたレバンドフスキ。浦和はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。スピードアップしたいですよ。ここはベッカムからのボール、決まった。追いついたコンサドーレ、またすぐ同点です。北澤さん、これは、いや、これでまた試合の流れが変わりますよね。一気にリードしたいところですよね。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。今日のゲーム、見応えがさらに出てきました。いや、この短い時間でよく取り返しましたよね。はい、このまま流れに乗って一気に逆転したいですよね。松尾、うわ、展開早くなってきましたね。ミューラーからレバンドフスキ、札幌ボール、キミッヒ、これは合いません。ラウル、ラウルから右へ、ラウルからベッカム、ベッカムが上げる。危ないシーンでしたがクリアの対応。ここはキーパー処理しました。カウンターですよ。かわした、スルーパスを狙う、抜けてくる、自分で行く、どうだこのシュート、来た来た、勝ち越し。今のゴール、フリーで受けてからの冷静なシュートでした。いや、パスのもらい方も良かったですし、ポジショニングもいいところにいましたよね。シュートの瞬間もキーパーの位置をしっかり見て冷静に流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。
勝負だ、来た、シュート、追加点、連続ゴール、一気に畳みかけます。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。さあ、浦和勝利へと導く1点となるのでしょうか。いや、止まらないですよね、この勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、まあクリアが精一杯ですよね。クロス入れてくる、危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。もう一度スローインです。インターセプト、このボールをインターセプト。酒井、関根、右サイド上がる、これはファールを取られました。ファンダイク、先ほど犯したファールでイエローカードをもらっています。いや、注意を受けていたとはいえ、まだ荒さが目立ってますね。このパスが抜けると、呼んでいた、コマン、厳しくチェックします。パスでつないで攻め込んでシュート、スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。札幌、今のカウンターは危なかったですよ。シュート、いやー、ボールを奪ってしっかりフィニッシュまで持ち込んでいきました。前線からのプレッシャーが効いてましたよね。決定的なチャンスだっただけに、ここは決めておきたかったと思いますけどもね。ミュラー、右サイドへ振って、ベッカムからレバンドフスキー。さあ、ベッカム、いい展開ですね。ここは守備の対応、あー、これファー、取らないですか、裏へのスルーパス、ファンダイク、流れを止めます。さあ、繋がるか、セーブ、けた、これはオフサイドです。41分が経過、前半です。柴田、このボールをカットします。岩尾、さあ、左へ預けて、さあ、カウンターのチャンスになります。スピード上がってきますよ。酒井、酒井から右サイド、スペースを狙う、さあ、キーだ、これで3ゴール差になります。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので、奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。
Substitution in progress. 札幌がメンバーチェンジをします。さあ浦和3点のリードでリスタート。ザカリア、ここで前を向けるか、仕掛けるか、クロス低い、レバンドフスキからコマン、これはキーパーファインセーブです。おお、もうシュート打ったのにコントロールしましたよね。ここで笛、前半が終わりました。浦和大きくリードして前半を終えています。かなり一方的な前半になりましたね。ここまで点差が開くっていうのも珍しいんですけどもね。フットボールでは3点差が一つの区切りと言われています。次の1点でその差に加算があれば、それは決定的なゴールと言えるでしょうね。浦和レッズ対北海道コンサドーレ札幌、浦和が3点をリードして後半へと続きます。Substitutions taking place. さあ後半スタートです。岩尾、このボールに触ります。伊藤、素早いパスで攻め上がっていきます。さあ右へ預けて、さあカウンタースピードを上げたいところ、裏を狙う、関根へのボール、あ、いい展開ですね。これは枠を捉えることができませんでした。ものすごいコントロールでしたけどもね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。このボールはつながりません。カンテからのパスは通りませんでした。岩尾、シュートまで行きましたが、ボールは惜しくも枠の外。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、そういった意思が感じられますよね。札幌、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。レバンドフスキからラウール、シュート、こぼれたところを押し込む、ゲット、コンサドーレ。さあ、あと2点、まだ分かりません。サラ、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。これはファンブルを狙ってましたかね。ポジショニングも良かったですし、イメージ通りのゴールだったんじゃないでしょうかね。サラ、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。さあ札幌、あと2点というところまで来ています。絶好の位置、シュート、いや、追加点、3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて大事なゴールでしたね。さあ浦和3ゴールリード、これを読んでいた。これは届くか、フリーで受けた、中央上がっていきます、シュート、セーフ、勝負か、シュート、いやーキーパーいいですね。シュート前のドリブルも良かったんですけどもね。
これはキーパーいい反応。ナンバー10 coming on the field is number 7。ユンカーから松尾、インターセプト。ザカリア、積極的な守備を見せます。これはファールではありません。これは来た、これはチャンス、シュート、決めた。さらにさらに点差を離していきます。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透しますね。さあ浦和、このゲームの主導権を完全に抑えています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、シュート、このシュートは枠へは行きませんでした。ザカリアからサラ、裏へ届くか、どうだ、クリア。このピンチをなんとか出します。浦和レッズカウンターを仕掛けていきます。中に戻す、スペースへ、キミヒ、ここはカットします。投手の切り替えも早いですよ。レバンドフスキが受ける、レバンドフスキからラウール、ラウールへ抜けてくる、これはチャンス、シュート、タテを使います。さあ一気にカウンター。札幌は先ほどから見ていて前線の選手が、北澤さん、あまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくなるので、はい、ある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙ってるんだと思いますけどね、うん、まあでも残っている選手は守備を免除される分、はい、攻撃時の責任は重たいですよね。少ない人数でも最低でもシュートまで持っていかないとこの戦術は意味がないですからね。はい、ちょっと負担がかかりますね。そうですね、札幌はコーナーキック2本目、札幌は1本です。頭、ボールは右にそれていきます。中田からサラ、犬飼、ここでファールがありました。シュートはジャストミートしています。ちょっと距離ありましたからね、他の選択肢もあったと思いますけどもね。ザカリア、ザカリアからレバンドフスキー、レバンドフスキー、このパスを受ける、シュート、西川周作、これはよく止めました。キーパー素晴らしいセーブでした。いや期待したいですよね、意地の一発。岩波、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ウジョル、裏のスペースを狙う、さあサラ、サラ、おっとしのぐ、ファインセーブを見せました。札幌としては意地見せてほしいところですよね。あ、たまだ、ドアクリ当たる、スペースを使う、このパスを防ぎます。堅い守備を見せます。
ラウール。さあボールはアラバへ。いい形ですよ。ボックス内上げる。これはクリア。浦和レッズカウンターを仕掛けます。スルーパス、これはどうだ、抜けてくる。このパスはキーパーへ。ここで笛です。6対2浦和見事な勝利です。そして条件達成です。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。素晴らしい勝利でしたね。勝って突破を決めるという選手にとっても監督にとっても最高の結果になったんじゃないですかね。はい、そうですね。そろそろお別れの時間となります。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。浦和がこのゲームで目標達成です。Quick reminder today, please have your entry tickets at hand as it's time to announce today's winning lottery numbers.